はるくん。はい。はい。じゃあ今月のお小遣い。はるくんは何を買うかな？内緒。内緒？よし、じゃあ後で教えてね。うん。いってらっしゃい。はるくん変えた？はい。はい、じゃあ帰ろうか。うん。何変えた？はるくん？はい。なんか、ママにお小遣いもらってたね。うん。もらった？はい。そして、開放倉庫に走って行ってたけど、何を買ってたんですか？じゃーん。それ？リューソール買いに行っとったん？うん。本当に？パパ、嘘だったら怒るよ。開放倉庫で買ったものを出してください。あら、何かな？妖怪ウォッチだね。はるくんはお小遣いで妖怪アーク K3 買ってきたの？うん。今回はですね、シークレットが2つあるみたいです。そして超激レアも2つありますね。激レアが2種類だな。なんか激レアと超激レアの見分けがつきませんね、色だけでは。さらにこちらに激レアミラクル妖怪アークも2種類あります。はい、最後にレアとノーマルがこちらですね。はい、今回ははるくん自分のお小遣いで5パック買ってきました。はい、それでははるくん、はるくんが欲しいブラックの妖怪アークが出てくるかどうか開封してみてください。エラ妖怪アークがもしかしたら出てくるかもしれないな。おー、いい。いいよ、開けてみて。それでは1パック目、もしかするとエラ妖怪アークが出てくるかもしれんもんな。かな。あら、めっちゃノーマルっぽいんだけど、何それ。一泊目はね、雲外鏡が出ましたね、はるくん、うん、こちらはレアになります。はい、裏面はこんな感じになってます。はい、レアだったね。はい、二泊目は何かな。青、いいんじゃない。青いいよ、青いいよ。超激レアか激レアのどっちかだね。なんだろう、さすがはるくん、青はいいよ。シャドウカラーだって。はい、2パック目、シャドウカラーの妖怪アークが出ました。こちらは激レアの日の神になります。裏面はこんな感じですね。はい、よかったな、はるくん、よかったじゃん。青色シャドウカラーだよ、はるくん。いいね。いい？いいよ、3パック目。いいの出したね。何色？何色？赤？ん？なんだ？いやいや、いちょー。ん？なんだ、なんだ？あいちょはい、3パック目はレアのブリ隊長が出ました。裏はこちらですね。トレーニングしてますね。はい、はるくん。はるくんもいつも鍛えてるからね、体を。ブリ隊長みたいになるの？じゃあね、4パック目開けてみようか。4パック目は何かな？やっぱりブラックはなかなか出ないね、入ってないから。はい、おそれシークレットじゃない？シークレットじゃない？すごい、シークレットじゃない？もしかしたら。うわ、すごい、はるくん。はい、4パック目、はるくんシークレットが出ました。土雲ですね。やっぱりはるくん強運ですね。裏はこんな感じになってます。
じゃあ5パック目開けてみようか。激レアシークレット。あ、まだ青？すごいな、ハルくん。なになに、超激レアじゃないそれ、もしかしたら。一緒じゃない？一緒？一緒な。違うな。あ、超激レアだ。めちゃめちゃすごい、ハルくん。めちゃめちゃすごい。絶対超激レアじゃろ。ふうくんじゃないそれ。ふうくんじゃない？はい、最後ね、5パック目、超激レアのふうくんが出ました。ハルくん、めちゃめちゃすごいな。シークレットが出て、超激レアが出るってね、めちゃめちゃすごいですよ。そしてね、裏は風神って書かれてますね。かっこいい。ハルくん、すごいな。毎回すごい引きを見せるけど、今回5パックしか買ってませんからね。じゃあ、音声確認してみる？それでは、ふうくんから音声確認していきたいと思います。はい、いいじゃん、ハルくん。はい、次はね、日野神を音声確認していきます。はい、はい、どうぞ。11。上の空。11。はい、それではシークレットの土蜘蛛音声確認していきたいと思います。ハルコ、お願いします。はーい、はい、何言った、何言った、なんだなんだ。いいね。ブリー隊長行ってみる？ブリー隊長、うん、いいよ、ブリー隊長やってみて。はい、はい、
今日は妖怪アーク K3 をハルくん5パック買ってきて、なんとシークレットと超激レアと激レアを3本出してしまうというね、結構な鬼引きを見せました。ハルくん、ハルくんね、運が良すぎてちょっと怖いんですけど、皆さんもぜひ妖怪アーク K3 発売されてますので開封して楽しんでみてください。それではまた見てくださいね。バイバーイ。バイバイ。誰に電話するんだ？内緒。内緒なのか？うん。チャンネル登録はこちらからしてね。うーい。